ジョゼフ・コットン・ジョセフ・ポッター・コットンはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。ハーバード・フーバー政権でアメリカ合衆国国務次官を務めた。1875年、コットンはニューヨーク州において誕生した。コットンはハーバード大学で法律を学び、マインハッタンで弁護士業を開業した。コットンは1917年に食品管理局に入り、 1919年まで、ハーバート・フーバー局長を補佐した。1919年、コットンは、ウィリアム・マカドゥと共に、法律事務所、マカドゥコットン・フランクリン社を設立し、石油実業家、エドワード・ドヘニーのメキシコ進出において代理人を務めた。1929年、コットンは、ハーバート・フーバー大統領から、国務次官に任命された。コットンは、 国務長官ヘンリース・スティムソンを補佐し、ロンドン海軍軍縮会議では、アメリカの支配的影響を維持させることに成功した。国務時間在任中の1931年1月、コットンは、神経性の病気によりワシントン DC の病院に入院した。コットンは、毒血症と診断され、3度にわたる、足の手術や、右目の切除などが行われた。 コットンは3ヶ月にわたる、闘病の後、治療不能と判断され、ボルチモアの病院に移送された。そしてその後間もなく、コットンは死去した。タイムマガジンから17旬1929、タイムマガジンから18のベンバー1929、タイムマガジン23マール1931。ありがとうございます。